京浜電気鉄道の四輪電車では、大四電気鉄道、京浜電気鉄道に在籍した四輪客車について、述べる。1899年に開業した大四電気鉄道が、京浜電気鉄道に改称された後の1902年までに、いずれも木製車体の電動車20両、付随車15両を導入した。導入初期から、国産の電動機、台車を使用した車両があった。 1890年に行われた第3海外国環業博覧会で展示運転されたスプレー具式電車も使用されたほか改め機工事の際に東京電車鉄道から3両が譲り受けられた電動車と付随車が当初製造順に連番となっていたが1900年以降それぞれ1からの投資番号とされたため重複番号があるまた1904年に ボギー車が登場すると、これにも1からの投資番号が与えられたため、3両が同じ番号だった時期がある。途中事故等により一部が廃車され、不随車は1912年に使用停止の後1926年に全車廃車、電動車は一部が1925年に海岸電気に譲渡され、残りが1926年に廃車された。 廃車までの間に何度も改版が行われているため、本校は製造年次ごとに記載し、改版履歴は末尾にまとめる。同時期に存在した四輪の電動貨車については、京浜電気鉄道の電動貨車を参照のこと。1899年1月の大使電気、鉄道開業時に、電動車2両と付随車2両が用意され、同年3月と5月に、 電動車3.4が導入された。1.2号は、ウォーカー製25馬力電動機、ペックハム7バイト台車を採用したが、3.4号は、芝浦製の25馬力電動機を採用、台車も芝浦製のペックハム7バイトコピー品を採用したが、芝浦製機器の納品が遅れたため開業に間に合わず、これを補充するために、事故のスプレー具式電車を借り入れた。電動車は、 波頭車、不随車は上等とされたが、不随車は翌年に波頭に格下げされた。電動車は車体、電気品、台車を他の車両に譲り、一年で姿を消したが、不随車は一、二号に改版され、引き続き使用された。スプレー具式電車線8 9 0年に行われた第三回内国官僚博覧会で運転された日本初の電車である。 大四電気鉄道開業にあたり保有していた三好商会からまず一両が借り入れられ、1899年6月にもう一両とともに購入された。8号は元は電動車であったが、付随車とされたのは7号の予備部品確保のためと言われる。両者とも車両増備の都度最高尾の番号となる妖怪案を繰り返したが、 改め記事の1904年に廃車となったと言われる。一両が東京市街鉄道へ譲渡され、記念電車として保存された。大森延伸対応として、1900年電動車、1から6.1112号が製造された。1から6号は、ブリル2 1位台車、ウエスチングハウス製30馬力電動機を採用した。11.12号は1899年に、 導入された3.4号と同じく、芝浦製のペックハム7バイトコピー台車、及び、芝浦製の25馬力電動機を採用した。芝浦製作所65年史に引用された1901年2月13日付国民新聞に、国産台車を採用した京浜電鉄の車両が、同年2月10日に試運転をした旨の記載がある。この他、1900年10月に付随車5号が、 翌年に付随車9号が導入された。電動車は当初上等、並等合わせ作りだったが、1905年上等廃止により、並等に格下げされた。3号が1905年に自己廃車となったが、明治末期の車両台帳には3号が記載されており、3代目3号が存在した可能性が指摘されている。前年導入の電動車一から四号の電気品、台車を利用して、 電動車7から10号が電動車3.4号の車体を利用して付随車3.4号が作られた。付随車7.8号は電動車初代1.2号の車体を流用したとされるが導入年は定かではなく1901年と推定される。川崎及び穴森延伸対応として電動車8両、付随車6両が導入された。 6両の電動車の台車は、ペックハム7バイト、電動機は GE800K25 馬力である。残る2両は、大倉組から使用した車両であり、電動機は、アルゲマイネ製35馬力、台車は、ヘルブランド製である。1903年以降の車両表では、デッカー製25馬力電動機、ジョンバット製の台車を使用した19号が、 記載されており20号は存在しないことになっている。15号は1915年に小田原電気鉄道に譲渡されたとの記録があり、小田原電気鉄道側の資料によれば無害電動化車4.5号に、京浜電気鉄道由来のペックハム7バイト台車が使用されている。京浜電気鉄道のミリメートルからミリメートルへの改め機工事に伴い、 1904年5月に東京電車鉄道から182、187、188号の3両を譲り受けたが、同年12月には東京電車鉄道を2乗とされ一時的な使用に止まった。増備に伴う改版の履歴を可表に示す。不随者は、廃車される車両が出る都度番号を詰めるよう改版が行われていたようだが、記録が見つかっていない。 明治末期の車両台帳には付随車は1から10の重量と記載されており、下表で1926年廃車となっている車両の内3両が明治時代に廃車されていた可能性がある。ありがとうございます。